ね、先週に引き続きまたナスにやってまいりました。ナス。ナス。それでね、散々制覇しようと思ったんですよ。先週散々いかんかったでしょ。うん、もうまっすぐあのお湯に行ってしまったでしょ。うん、ね。なので今日来たんですけど、この通り真っ白白白白白白のナス散々。散々で、ね、こんな感じで殺生石園地にやってまいりました。殺生石園地というのはですね、うん、なんか有毒ガスがねブーブー噴出してて、なんか匂いますね。匂うね。それでね、その周りで動物がみんな死んじゃうから、ああまああの殺生石と、殺す生き物の石と、本当に殺生だ。まあそれで九尾の狐さんが話が残ってるんですけど、うん、まああの元能和尚さんがやっつけて、で石が3つに割れて、1つは愛知、1つは備前で、残った1つがこの殺生石と、まあそういうことで簡単に言うとですな。備前ってどこ？備前はね、九州じゃなかったですか？それは違うか、ビンゴか。備前ビンゴ、中国地方かな。そんな遠くまで、まあ、だいぶ遠くまで飛んだらしいな、うん、ああ、まあそういうことでね、今日はね、殺生石園地をあの皆さんにご案内したいと思います。じゃあ、ポンちゃん、殺生石園地へ、レッツゴー。これがね、入れ湯橋、しかもね、下の川は湯川っていうみたいな、うん、お湯の川か、お湯流れとるらしい。これが湯川。どこに湯気を吹いてるの？この辺りに行ったら。そう、なんかね、足の湯もあるよ。見て、あんちゃん、全部湯気だよ。これは、今日の天気。殺生石の地図。地図ね、木戸、才の河原っていうのは、ね、地獄の河原のことやね。松尾芭蕉さんも来たそうなんだよ。殺生石は、伊豆湯の伊豆湯山陰にあり、石の毒気いまだ滅びず、八蝶の類い、政子の色の見えぬほど重なりしす、うん、石の香りや夏草赤く梅雨暑く。それはだって、うん、芭蕉さんの句や。芭蕉さんが読んだのかな。石の香や夏草赤く梅雨暑く。梅雨には暑くて夏草も赤くなる、うん、ね、けど冬も暑くなる。そういう石の香りが、要するに殺生石の香りと、うん、まあ、あれやね、うん、あの亜硫酸ガスか、うん、あ、皆さんケルンの途中が、もうケルンだな。モージャイ氏は、モージャイ氏、昔々のある冬のこと、この地で御左衛門という男が盲目の大蛇と出会いました。彼は蛇が厳しい冬を越せないだろうと気の毒に思い、ススキと小枝で小屋を作ってあげました。翌春、小屋を訪れると蛇の姿はなく、輝く湯の花があるばかりでした。その後、湯の花の作り方は村中に広まり、人々は蛇への感謝の意を込めて、蛇の首に似たこの石を猛者石と名付け、大切にしたということです。ええー、男やな。ございもんは蛇がいたんだ。ええー、人や。もう僕、めくらの蛇。めくら蛇か。ススキと小屋で小屋を作ってあげたんですって、小枝で。な、うん、優しい男や。優しいね、うん。そしたら湯の花ができたっていう。そうか。うん、お礼にやってあれだわ。お礼に蛇さん、身を手して。蛇、うん、の、うん、すごい匂い。硫化水素や、硫化水素。硫化水素。うん、硫化水素の匂いですね。うん、湯の花採取場所跡、採取場跡やな。地表から吹き出たガスの硫黄成分が結晶したものを湯の花と言います。水に溶けやすいため屋根をかけ、屋根かけてある。地表に敷き詰めた赤土の上にできた湯の花を採取していました。江戸時代、この地域では年貢米の代わりに湯の花を納めていたことから貴重な資源であったことがうかがえます。資源な。資源にしてたの。これが湯の花採取場。資源、うん、だってさ、マッチとかさ、全部それで作っとったの。湯の花で。
あの硫黄で。硫黄で？あ、硫黄成分が結晶したからね。湯の花。そうですよ、ポンちゃん。これを年貢米の代わりに納めていたっていうことは。ね。すごいね。貴重成分。爆弾もだからね、硫黄で作ったんですよ。あ、昔の爆弾は火薬で、わあ、そしてお地蔵さんがいっぱいいらっしゃいますよ、こんちゃん。これは戦隊地蔵。戦隊地蔵っていうけど800体ぐらいなんですって。800体ぐらいなんですって。そうらしいんですよ。これが戦隊地蔵。狂伝地獄。狂伝地獄とはこんちゃん。もう由来。読めるかな。第96代。後醍醐天皇の御世奥州白河在の五日村に蓮華寺という寺があり、狂伝という小坊主がおりました。狂伝さんという坊主さんの名前なんだ。なるほどな。この狂伝さんは生まれながらの心配した母が、そうか、この寺に預かってもらうことにしたのでした。なるほど。その狂伝さんも28歳になって前の住職の後を継ぎ、母と一緒に寺に住むようになりましたが、その行いは少しも治りませんでした。なるほど。延元元年のことです。狂伝さんは 2,3 人の友人と一緒に那須温泉に湯治に行くことになりました。その日のことです。母が用意した朝ごはんを狂伝さんはまだ旅支度もできていないのにと悪口を言いながら蹴飛ばしてそのまま出発してしまいました。那須温泉に着いた狂伝さんたちは殺生石を見学しようと西の河原付近まで行くと、今まで晴れ渡っていた空がにわかに駆け曇り、雷鳴が天地を揺らし、大地から火災熱湯が噴き出しました。連れの友人は一斉に逃げましたが、狂伝は一歩も動くことができませんでした。友人が振り向いてみると、俺は母の用意したお膳を足蹴りにした天罰を受け、火の湯の地獄に落ちてゆくと大声上げ、苦しみもがいております。友人が駆け寄り助けようと引き出しましたが、狂伝の膝から下は炭のように焼けただれており、息を引き取ってしまいました。それからも狂伝の引き込まれたところには何がブツブツと泥流がブツブツと湧いていましたが、いつしか山津波に埋まってしまいました。その後湯本温泉の有志が、享保5年に地蔵を建立して供養を行いましたが、親不孝の戒めとして参拝する者が後を絶たなかったということです。なお現在の地蔵は昭和57年に建立されたものです。なるほどな。ここが狂伝地獄。親不孝をすると焼かれるっていうこと。最初にお湯がブワー吹き出してそれで泥がブワー乗っかってきて、で狂伝地獄、足が炭になる。なるほど、ね、大変なことがあったんやな、うん、広いな。広いですね。昔は結構なあちこちからシュー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 やっとったそうな、うん、今は匂いだけだけど、そんなシューシューはないね。ないね。で一番奥に控えたるは殺生石。ここが殺生石や、うん、だからこの上は展望台、恋人の聖地。1キロだって行くか、行ってみようか。まず殺生石、温泉神社があるよ。温泉神社は160メートル。温泉神社先やろ、うん、あ、でも後がええか。後がええか。ここが殺生石。殺生石に、ポンちゃん、ここに書いてあるよ。はい。昔中国やインドで美しい女性に化けて悪行を重ねていた100年金毛キュウリの狐が今から800年ほど前日本に渡来しました。ファ、中国から、インドから。キュウリの狐は玉物前と名乗って朝廷に仕え、玉物前、名前か、日本国を滅ぼそうとしていました。しかし陰陽師阿部の康成に正体を見破られると、キュウリの狐は那須野ヶ原まで
逃げてきます。ここでも九尾の狐は悪さを繰り返していたので、朝廷は三浦の助、上総介の両名に命じ、ついに九尾の狐を退治しました。すると九尾の狐の姿は毒石になり、毒気を放ち始め、近づく人や獲物を殺し続けました。これを伝え聞いた千賢治の元老和尚が毒石に向かって大増強を上げ続ける。一筋の白煙とともに玉物前の姿が現れ、石は3つに割れて届き、一つがそこに残りました。それ以来人々はその石を殺生石と呼ぶようになり、今に伝えられています。ますます、あの上のあの石さんがそうかな、あの石やろな、あのしめ縄がついた石やろ、うん、ここが駐車場、あ、ちゃうわね、ちゃうな、コンバ色の湯だって、コンバ色の湯ってのも行ってみるか、コンバ色の湯も行ってみますか、うん、案内所どうする、じゃあこっちから行ってみる、じゃあまず展望台、おぉ、ポンちゃん見えてきたよ、見えてきた、もうちょっとか、もう母言っとるよ、ブライダル、ブライダルのね、ブライダル先生ですね、先生、ね、那須高原展望台何も見えない、しかも隣駐車場、駐車場、ここがポンちゃん、はい、恋人の聖地、登ってきちゃったね、登ってきちゃったね、でもなんかちょっと横見るとなんかこの駐車場跡は何、ポンちゃん、なんか面白いのが見えるはずだと思ったんだ、やっぱりこっから、うん、朝日っていうか最初言っとったもんね、うん、ポンちゃんがね、じゃなかったら展望台の意味ないやろ、それは言える、朝日チャウス南合山、南合山、合山なんだ、ナム、うん、ナムオダニだけ、じゃあ黒親だけ、え、これ、あ、黒か、うん、南無法蓮華経のナムナムだと思った、うん、板室温泉、温泉、こういう感じですね、チャウスと朝日が見えてる、チャウスと朝日がこういう感じでね、あそこに見えると、こっちには筑波山が見える、こっち、この筑波山は見えるはず、はい、こっちです、はい、こちらには八海山が、八甲山ですね、八甲山、八甲山、こちら、こちらには八甲山、八甲山、八甲山はここです、真っ白、じゃあ遠回りして帰るよ、ポンちゃん、はい、ここで恋人の聖地からお別れします、車走ってる、カラス、カラスの道路横切ってる、車走っとる、走ってます、車で来ればよかった、結晶石から歩いて登ってきました、歩いて登って、今ここ登ってきました、こっから、こっから、ダッ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 、なんか横に白い道路がある、これこれ、これ道路、車走るところね、車の道、はい、これ山道、
何ちょっとあれだとこで東岳、うん、東岳やちょっとあります、はい、でここずっと降りると 1.5 キロ行って那須温泉神社で湯川を越えろほんで那須温泉神社、うん、で戻ると摂政寺おここからほら茶臼岳に登る道がここから分かれてるね石垣のところね、うん、あのね行ってみよう行ってみましょうそれは行かんだとはい、まあ、まあでもなこれで往復 2.5 キロよ、うん、まあ山あの今日は散々行かれるかったな散々で、うんうんまあ、2.5 キロ歩いてね、うん、この東滝、うん、ねこの那須のね秘境にある東滝ですよ、うん、してきたね見たことないですよみんな、うん、ないと思うね、うんうん、しかもポンちゃんこっからね分かれて150メートル行くんですよ秘境だね完全に、うん、看板は綺麗だけどかなりな秘境と思うよ今日秘境特集那須の秘境摂政石と東滝どんちゃん来たかおう東滝どんなすごい滝やポンちゃん。すごい。おお。紅葉綺麗やとええな。なんかとっても幻想的。心が洗われるで。うん